ビッグアセットが、はい、ビッグアセットが、ただそのもう多分経営者の保証とかも外されてると思うんで、そうですね、おそらく、はい、なので別にあの民事再生になっても破産しても、まあビッグアセットにはあんまり波及しないかなっていう。なるほど。だからそのまま捨ててしまう可能性もなくはないよね。そうですよね、はい、そう。あの人なんかすごい面白いですよね。もうあのままですね、はい。